ここだけこの4人が2周目の世界、に対する読者の反応集。記憶はワノ国含む最新話までを仮定、劇場版も含む、記憶はルフィとウタが互いに新時代を誓い拳を合わせた瞬間、同時に1周目の記憶を思い出します。同時にウタが雲がないかこれ。そもそもエースとサボはウタのこと知らないしな。多分2人が山賊に襲われそうなのをエースとサボが助ける。劇場版特典カバーを見るに、原作軸より前から4人で接触できる下地はあるんだよね。サボとエース、突然互いの死の記憶を思い出すから、泣いて抱き合ってる。エースはサボが死んだと思い込んでいたから。サボが親元脱走後、船出教皇は辞めるだろうことは確定として、エースルフィの元に戻るか原作通り大火災に紛れて革命軍に合流するのかのような、未来知ったとして革命軍の人間関係とか活動とか、全部捨てられるような人間じゃないだろうし。多分エースにだけは先に革命軍に行くこと相談してそう。これルフィ大号泣でしょ。歌も号泣、そしてエレジア行かずに風車村に残る宣言は絶対してる。死んだと思っていた杯を交わした義兄と姉のような幼馴染が目の前にいます。また別れたら今度も死んでしまうかもしれません。他人を束縛するの嫌うルフィだけど、この二人と別れられる？ルフィへ召し出さない？というか逆にルフィとサボがエース死なないように船乗れ&革命軍ハイレコールしそうで怖い。歌、ワンチャン麦わら海賊団になる説。エースは2周目でも白ひげ海賊団に入る気がする。大切な家族ではあるんだし。最初はメラメラの実探しから始めそうなエースはいる。絶対いる。エースはどこまで知っているんだ？頂上戦争で死んだところまで？エースは死んじゃってますから頂上戦争あたりだと思う。サボエースは歌の存在は知らないけど、ルフィの大事な幼馴染だって言えば問答無用で妹認定するだろうな。とりあえず出航までに4人揃って覇気の訓練はするだろうな。歌派遣分職覚醒しそうだが、3人に武装職教わってほしい。そういえば新時代誓い合った直後に記憶蘇ったから、ルフィとエースってまだ能力者じゃないよな。早めに目の下の傷入れそうなルフィはいる。絶対いる。よし、まず早々に黒ひげを消そうか。あいつは生きてちゃいけねえ人間だ。罪だよ。結局本編通り進んで同じことするんだから。闇闇食う前に仕留めましょうか。エースの死後、サボがメラメラの実を食べたって聞いたエース。ならメラメラの実は見つけ次第サボに食べてもらおう。自分は察知、黒ひげの運命を狂わせた闇闇の実を二人より先に見つけて食べてしまおう。船内で息子殺しが起きる未来を変える。これが親父にできる最大の恩返しだ。って考えて悪魔の実ハンターエース誕生。どっちの実も入手経路は多分知ってる。エースが闇闇食べたら黒ひげが狙う対象が察知からエースに変わるだけじゃないかな。見つからないようにどこかに隠すぐらいだと思う。黒ひげ関連を白ひげ海賊団に入らなくても解決できるとなると、白ひげ海賊団ルート行かないかもしれないな。頂上戦争で愛してくれた大切な家族たちが自分を助けようと死んでいった直後から記憶が戻るし、処刑理由の海賊王の血を引いた息子という事情は消せない。多分自己肯定感は多少は改善されてる。2周目だから、なんなら歌がエースになんか言うと思う。1周目があれだったから。ルフィ、アーロンの罪状だけはガープに伝えておいてほしいところだけどどう説明したらいいのかわからん。歌に頼んで、ルーカ本郷に、ココヤシ村特産の新鮮なみかんが食べたい。解決病予防にもなるし。って訴えてもらって赤髪海賊団寄港地にしてもらう。ゴールディ・ロジャーの息子。革命軍総司令官ドラゴンの息子、四皇シャンクスの娘、歌歌の能力者、風車村は爆弾だらけだな。ワンチャン後は王国の貴族が天竜人迎え入れたりしてるから大まかに潰せない説。エースが生きていることも世界政府や海軍や一般市民にとっては、悪で罪なんだよな。エースは血筋が原因だけど、黒ひげはもう考え方が定着してるからな。一回探り入れてみるとか？コビーや波のいない時期は遭難してるから同じルートを取れない気がする。さすがに何月何日、これこれこの海流で樽に乗って漂流しました、とか覚えとけるものでもないし、見聞色を期待に鍛えて、未来の仲間たち、の気配、を目印に公開すればなんとか、出会う順序前後しそうだけども、漂流の結果バラ系イベント一番先になっちゃって、銀と並んで3時にご飯食べさせてもらったり、3時が副船長ルート、
シロップ村イベントこなしちゃったり、ウソップが副船長ルート、アルビダ海賊団から財宝を盗もうと忍び込んだナミがコビーの境遇に同情して、コビーを連れて逃げてる場面に遭遇したり、この場合、先にバギーの海図盗んでるからバギーアルビダ同盟と対峙する、ゾロ加入がイーストブルー最後のイベントになったりする、サンジがおにぎりの剣を目撃するので、剣炎の中がちょっとマイルドになる。歌は記憶が戻った場合、一周目で謝りたい感謝を伝えたい派完了してるけど、赤髪海賊団と一緒にいたいの選択肢が罪悪感とかで消えてるっぽいのがな、人格も変わるだろうし、変に記憶戻らないでルフィがエレジア雪を阻止した方が幸せそう。エースは記憶戻ったら、それこそ黒ひげを真っ先に倒しに向かいそうだな。だがまだ何もしてない時点で黒ひげを倒してしまったら、今度はエースが白ひげ海賊団に追われることになるんだよな。これから起こるかもしれないことを嘆いてもしゃあない。くらい割り切って、私は優しい海賊になる、おめしるべに鍛え始める歌。本編開始後にはフィジカルクジャくらいに鍛え上げてるので、素の体力で歌い続ける。拳突き合わせて思い出すんだろ？その瞬間ルフィと歌泣いて抱きしめるぞ確実に。泣いたまま二人手をつないで牧野の酒場まで戻ってきたら、あの二人が泣いてる、とみんななる。それでもって明日の航海行かない、ルフィといるんだ。と叫ぶ歌。連動エピ見る限り新時代の誓いの翌日エレジアへ出航してるから、それで問題先送りにしてると気づいた歌はどこかのタイミングでエレジアへ行くことを決意するんだ。当然楽譜を発見したら即帰来る。拳を合わせた時にエースもサボも思い出し、なんならルフィ探しにこの後山降りてる。絶対降りてる。サボ、昔、人生一周目、助けていただいたご恩で革命軍に加入します。ドラゴン。一通り喜んだ後、仲間を実質失ったことに気づいてルフィめっちゃ曇りそう。兄弟を失った後に冒険の仲間がいるって気づいたのに、今度はそれ失って兄弟が蘇るって割と尊厳破壊じゃない？それ言ったらエースとサボもそうなる。困惑するドラゴンさん見て。ドラゴンさん、覚えてないみたいだな。ってなってそう。個人的には歌は一度ハエレジア行くと思ってるんだよな。トットムジカの対処法自体はもう知ってるし、何よりゴードンにあの時伝えきれなかった感謝とかたくさんあるだろうから、帰り際とかにゴードンに抱きついて、迷惑かけてごめんなさい。でも本当にいろいろありがとう、ゴードン、とか言ってくれたらにっこりする。何も知らないゴードンさんからしたら困惑物。赤髪海賊団にシャンクスの娘をここまで分け隔てなく歓待して、正当に音楽の才能を評価してくれてるから、一応感謝する理由はしっかりある。純粋に喜べるの歌だけでルフィたちは解決しなきゃいけない問題が多すぎる。まあこれから10年12年の積み重ねがあるわけだし、それぞれの環境の違いもあるからね。サボの固めのやけどなくなりそう。これ結局歌の情緒育ってない状態でこの4人記憶取り戻すんだよね。なんか3兄弟の負担すごいことになりそう。三兄弟なら多分何とかしてくれる、謎信頼。根本的なところでサボと歌の反りが合わなさそうな印象がどうしても拭えない。何が自分の中で引っかかってんだろ。互いにルフィに対するクソデカ感情があるからとか、ルフィに過保護なイメージあるからじゃない？エースとかは歌と一緒にからかいそうだけど、サボは自分が知らない人がルフィからかったらいい顔しなさそう。過保護になってたのって一周目で10年も記憶喪失で忘れてたことと、エースを失ったのが原因で、ルフィだけは絶対守りきってやる的な感じだから、2周目ならエースもいるから少しは過保護が緩和してほしい感じにはなる、というかエースが釘刺してほしい。同担拒否に近い感じにはなりそう。ブルック仲間にするため、先にスリラーバーグに行って影取り返してるルフィ。あ、もしかしてルフィの独体性ゼロに戻ってる、前世。の調子でキノコ食べて腹壊したりしそう。強くてニューゲームって書かれてないから、多分体は退化してる。体の機能リセットってことは、頂上戦争で縮めた寿命帰ってきたってことじゃん。そこはラッキーかも。似たような無茶はしそう。その分そこら辺でついた毒耐性とかもリセットされるからな。しばらくは能力者のつもりで動くルフィやエースとか、視点の低さになれない4人とか色々見えるかもしれない。一周目があんな別れ方だったエースとサボ、しばらくそばを離れなかった妄想はしてる。ルフィ迎えに行く前に抱き合って泣いてそうだなエースとサボ。迎えに行ったら見知らぬ女子、歌、が一緒にいることに驚愕してる。二周目だから、力は戻っても基礎知識は残ったままだから、猛獣くらいは軽くねじれそうな、ASL はいる？ ASL 有概念は俺に刺さる。二周目だと、歌はエースとサボと文通してそう。
記憶が戻った瞬間、一周目のことに負い目を感じてその場からダットのごとく逃げ出すウタと、それを逃がす気がないルフィの微笑ましい追いかけごっこも見たい。そこで誤って山に入ってしまい暗くなってしまい、熊に襲われそうになったところをエースとサゴに助けられてほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。